富士山からのおうやーどうやーうざいやーふぅ。はい、決まりました、決まりましたね。はい、ということで今日はですね、おうや藤沢市の江ノ島にやってきておりますが、鎌刈さん、江ノ島なんですけど、これどこだかわかりますか？今岩場にいるんですけどね、江ノ島の真裏で四合ヶ淵って呼ばれているところなんですけど、ここ神奈川の景勝50選にも選ばれている景色が綺麗な場所ということで、奥見えますか？さっきも言ったけど富士山めちゃめちゃ綺麗に映ってるでしょ。明るいうちはこんな感じで、夕方がめっちゃ綺麗なの。ちょっとインサートこちらご覧ください。水面に映えるこの夕日とね、オレンジ色のグラデーションがめちゃくちゃここ大好きで、ここスタートで今日江ノ島の楽しみ方2つ紹介したいと思います。はい、1つ目の楽しみ方は江ノ島で語り継がれている伝説巡りです。いやもうね、江ノ島の裏側来たらまずここは絶対に来なきゃいけない場所です。それがここ江ノ島岩屋。ここ近年冬しか来たことないから、あったかい時期に入るの久々かも。こんにちは。あは観光協会の関根さんです。もう藤沢関係の人ほぼほぼ知ってるもん。藤沢の顔よこれ。岩屋も第一岩屋、第二岩屋ってあって、でそこが分岐点。そもそも江ノ島っていうのが歴史で勉強する時代から観光スポットだったんですよ。そう、それで弘法大師とか日蓮のお坊さんとかが修行しに来たりとか、源頼朝がね勝利祈願をしに来たりとかっていうね、そういう話もある。ここもそう、いろいろ像がある中で一番奥がここ。ほらさっき言ったさ、日蓮の寝姿石があって、伝説の一つ、ここの奥から富士山の麓まで洞窟つながってるっていう伝説があるんですよ。だからもうここで富士山の空気吸えてるのよ。思いっきり吸って帰ろう。さらに第二岩屋には藤沢市民なら誰でも知っている江ノ島伝説があります。あ、第二岩屋といったらもうここあの人に会いましょう。うわっ、びっくりした、びっくりした、すごい急に言うじゃん。すいません、お邪魔します。五頭竜の竜でございますよ。江ノ島には天女と五頭竜伝説っていうのがあって、やんちゃなこの五頭竜が天女に恋して結婚申し込むんだけど、でもそれダメで、で五頭竜が悪いことを改めてプロポーズしたら結ばれてっていうね。これが竜連の鐘、まあ、いわゆるそのパワースポットのうちの一つなんですけど、まあ、カップルで来たら2人のその恋愛が成就する、するよって僕は成就しないみたいです。天女と五頭竜の恋の伝説の話に基づいて、まあ、こういうのも作られてるっていうね。さあ次行きましょうか。もう一つ大谷行きたいとこ行きましょう。そしてもう一つの江ノ島の楽しみ方を教えてもらうため藤沢市観光センターへ行きました。シーキャンドルの周り結構ありきたりなんですけど、実はいろんなとこにあるから、おやくんこれで行きたいの。はい、もう一つのスポットって何っていうのを私が知らないんです、まだ。失礼します。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、大谷さん、お久しぶりです。以前お世話になりました。江ノ島にいらっしゃるんですけど、伊豆さん。早速行きましょう。僕ここで待ってたんで。いや、外行かないんですよ。外行かない？行かないです。もうこれで江ノ島体験できちゃうんですよ。パソコンで？はい。え、すごっ。あ、大谷さん。はい。見えますかね？前に私いるんですけど。あ、ステージ上のところだ。そうです。ちょっと近づきますね。はい。どうも伊豆さん。どうも。こちらは藤沢市が新たに始めた DX エノタウン。
オンラインの仮想空間の中で江ノ島観光が楽しめる、まさにもう一つの江ノ島なんです。ちょっと早速移動してみましょうか。はいはい、ドン。岩屋だ。ちょっとぐるぐる見渡してください。あれ、ここ来ました。これ第一岩屋だ。そうですね、これ伝説で、あの富士山の麓につながってると合ってました。合ってるとか伝説なので合ってるって言っていいのか分かんないですけどでこちらも行かれましたかね。ちょっとライティングされて、そう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 、ここも行きました。第二岩屋の奥、ここであの大きな音を出すと竜が反応してくれるんです。そうだ、僕がなんか竜の前ってめちゃくちゃこう大声出したからまあでもこうやって360度見れるから、ちょっとこう矢印で動けますね。はい、ちょっとまた場所変えてみましょうか。はい、ドン。はい、あ、皆さんが灯台行くまでに通りますサムエルコッキング園ですね。ちょっと普段入れない場所入ってみましょうか。温室遺構というのがこの下にあるんですけど。ああ、はい、あ、そう、実際に昔の温室遺構のレンガ作りも現存してるんですよね。でもここ本当に普段見られないところですから、そういうのができるのがいいところかなと思います。はい、はい、めちゃめちゃ拍手のアイコン、 ありがとうございます。クリックしてすごい伊豆市さんがお辞儀してる。やっぱ江ノ島に実際来れない方からしてもすごいいいですよね。そうですね、なかなか遠方で来れない方もいらっしゃると思うので、はい、うん、今あのオンライン上でやってるその録画見れるものが岩屋とかサムエル・コッキングもそうですけど、はい、やっぱり実はいろんな歴史があったりするので、ちょっとそれを頭に入れてから来ていただけると、うん、またちょっと違う楽しみ方になるんじゃないかなと。まあ、あとそのライブイベントですね、なんかやっぱ直接やり取りができるっていうのも新しい感覚だと思うので、はい、ちょっとそういったのも展開していきたいなと思います。これまた江ノ島の違った楽しみ方、あ、もう一つね、これね、伝えられましたよね。よかった、はい、今日すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。